こんにちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は月曜日ですね。現在12時25分です。今日は朝からですね、ずっと寒いですね。もうなんせ雨が降ってますので、まあその雨とともにですね、冷え込みが増してる感じです。うわ、コーヒー、あ、コーヒーか。はい、モンスターええ。ここで飲むのが好きなんですよ。あ、ここで、はい、モンスターじゃなくて、ザクロが最近代わりになりましたんで。今下のこれで、はい。OKOK。 ありがとうございました。映ってしまいますよ。ということで、これからですね、走っていくんですけども、ちょっと今雨がだいぶ強い感じですね。これはやばいな。ちょっと名刺をですね、ここに入れてしまいました。これをちょっとズボンの中ですね。あー、いいか、ここやな。こっちにしよう。ということで、これからね、もう雨は降ってるんですけども、気にせず走っていきたいなと思います。朝の2レッスンはもうあっという間に終わってしまいますね、毎日が。ということで、またこれから頑張っていきます。昨日はですね、日曜日で何もしない日なんですけども、だいぶタフな一日になりまして、朝の7時45分からレッスンがあります。で、そこは、まあ、本当に一番ハードなメンバーが来まして、まあ、バンバン打ち合えるというね、レッスンになってますから、私自身もハードヒットしないといけないので、まあ、ちょっと体力を使うわけですね。で、それを1時間半、ダブルスと、それから最後の15分はシングルスね、ポイントやらせてもらいまして、で、まあ、気持ちよく終わったのはいいんですけども、まあ、その後の中級レッスンが2つ続きまして、で、終わったのが12時半ですよね。で、コート整備が終わって、まあ、ご飯を食べるんですけども、まあ約20分間のお昼休憩で、その後1時からスパルタンキャンプ午後の部を担当してましたんで、まあ、1時から2時半まで、まあ、みっちり球出しをやらせていただきました。で、2時半になったら次はハードワーク、ハードワーカーと交代しまして、3時に市民総合体育館で、富田林市スポーツ推進協議会の方々と、まあ、面談がありましたんで、まあ、ちょっと終わって慌てて行ったんですけども、ギリギリ間に合いまして、で、3時から4時10分ぐらいまでですね、まあスポーツの力で地域創生頑張ってますという説明とか、これから何か一緒にできたらいいかなと思っていますとか、まあ、いろんな話を含めて、まあ、プレゼンしていました。で、まあ、戻ってきまして、で、最後スパルタンキャンプも最後の外周に合流ができましたんで、まあ、そのまま車を降りて合流してですね、最後、みんなが頑張ってるところを見届けて一日が終わったということですね。まあ、大体終わったのが5時ぐらいなんで、まあだいぶハードな一日になりました。まあでもね、そんなハードな一日でも毎日こうやって 1.数キロですけども、走って体力がねついてますんで、まあ、まあなんてことないというか、まあハードやなという感じで、
一日が終わっていったんですけども、やっぱこう毎日ちょっとずつね続けるということは何かに影響が出てきますので、まあちょっと引き続きまた今週月曜日から始まりましたんで、ただ今日のこの雨の中走ることになってるので体がね冷えると思うんですよ。ですからしっかり体調管理するために、まあ多分これランニング終わってサーキットトレーニング終わったらまずしっかりね、まあ、シャワー浴びるかなんかして体を温めて午後に備えていきたいなと思います。まあ今日の午後は基本的に多分電話連絡とかメールの打ち直しとか、昨日あったね方々へのメールとか、それからまあ明日以降の活動とか、まあ時間があったら最寄りのジュニアスポーツに関わる方々にちょっともし会えれば行きたいなと思ってるんですけども、まあ17時からまた打ち合わせというか面談がありますので、それに合わせてちょっとまあいろいろ動いていきたいなと思います。もうすでに2月の予定もね少しずつ入ってきてるので、まあそれに備えて、準備もしていかないといけないんですが、ちょっとこれは面白いなと思うのは、まあコミュニティですね、混合コミュニティというフリーペーパーの取材と、それからジェイコムのこれ南大阪やと思うんですけども、まあ、それに5分ほど、出演ことが一応決まってますんで、まあどんな話をするかこれから、打ち合わせをして決めていくみたいな感じだったんですけども、多分まあスポーツの力で地域創生をさせてる活動をしてると、まあそれはどうしてそういう風になったのかというね、まあそんな話から、まあ、今の現状の課題について、まあちょっとこんな活動していますというね案内ができたらと思っています。まあそれはいつ放映されるかちょっとわからないんですが、生放送って言ってましたね。生放送か、ということは2月の、2週目なんで、まあ、そこで一気に放映されるんですかね。まあ生放送ですからまた緊張はすると思うんですが、こうやってね毎日、まあ、自分のスマホに向かって喋ってるようなことを多分話すことになると思いますが、昨日もプレゼンしてるんですけどもね、やっぱあっちこっち話が飛んだりするんで、まあ、質問事項によって話が飛んだりするんで、まあ、それねしっかり5分で、いい話ができるように、まあ想定というか頭の中ではまとめておいて、まあその場の感じで、ちょっといろいろ決めていきたいなと、まあこれはもう腕があるかどうかは分かりませんが見せどころですよね、ぶつけ本番の。まあそんな感じで、まあ、今は活動が決まっているということですね。まあキリさんの、事件はですねまだちょっと解決してないというか、何をためらってるのかもう早電話せって言ってるんですけど電話しよらないんですよね。ですからもう早く解決したいんで、とりあえずまずこっちの要望だけ LINE で打っとけみたいな感じで、まあ LINE の内容ちょっと打ち込んでこれ転送しとけみたいな感じでちょっとまあ
これからちょっとまあ早めに、もう最低でも1月末には解決しとかないと、もうなんか毎日多分あれだるいと思うんですよね。そういうのがどっか気持ちのどっかに引っかかってたら、まあそういうことがちょっとありますんで、おはようせえと、何をためらってんのかわかんないですけど、という感じです。まあ今日はこれから、まあ体調管理で崩さないように活動していきたいんですけども、昨日スポーツ推進委員協議会の方とも話したんですが、まあスポーツ離れ、まあ、多分コロナの関係もあってなかなか参加する、子どもたちも少なくなってると思うんですね。実際に少ないと、少なくなってるっていう話で、これはまあ少子化の問題が直接影響してるかって、まあ、そうじゃなくてやっぱコロナで、何か途切れた糸みたいな感じでね、ちょっとこうもう一回一からやり直すぐらいの気持ちで活動し始めるというような感じの話でしたね。で、まあ、そういうスポーツの取り組みには来ているんだけども、まあ、学校には行ってないという子もいるみたいな子が何人かいると、まあ、そういうこととか、まあ、昨日ね、ジュニアチームが来たんですけども、まあ、その中にも、まあ、話が合わないとか学校の雰囲気に合わない、だから学校行っても面白くないと、まあ、言ってない子がいるみたいなこともちょっと話で聞きましたね。で、家でね、やっぱじっとしてるのはやっぱもったいないのでね、まあうちにちょっと遠いんでね、うちに来てくれたらまあ練習環境があるんで練習して、まあ夕方家に帰るついでに、まあ、そっちの練習に入っているっていうね、まあ、そういうことも可能だと思うのでね、ちょっとまたそれは別途相談ということで、時間のある時に話をしていきたいなと思います。今日朝ちょっとね見てて、気になった、ことが何個かあるんですけども、ちょっと忘れましたが、一つは今、まあ、自分もスポーツ留学についていろいろ話をねしてるんですけども、奨学金について高橋陽一さんが話をしていましたね。で、日本の場合は、いやいや日本の場合じゃなくて海外の場合はスカラシップって言って、まあ返さなくてもいい、まあ本当に支援補助金とか、まあそういうものがあるんですけども、日本の場合はスカラシップって言えないんですよね。なんて言うかっていうと、スタディーローンですね。結局ローンなんですね。お金を借りるという、だから奨学金とは言えない。ですから外国人に対して日本のスカラシップについて話をすると、はみたいな感じになるみたいです。いやそれただのローンで、外国人にはそういうスカラシップがあるんですよね、日本の。でも日本の学生にはスカラシップはなく、ただのスタディーローンなんですね。ですから大学行くのはいいんですけども、奨学金で大学行くようなことになれば、もう大学生のうちからローンをしていると、勉強するために。で、卒業して社会人になったらいきなりローンの返済が始まるみたいな感じになってる。ですから、まあ、奨学金という言い方をやめてスタディーローンにしなさいみたいな話だったと思うんです。確かにそうですが、返さないといけないですよね。奨学金ってなんか低
こえはいいですけども、ただの借金ですからね。ということで今日のパワースポットは、まあ、雨が降ってるんでね、山の方雲がかかってます。まあ、どんより曇った、感じで空気も冷たいですね。今週明日かな、明後日すっごい寒くなるっていうことだったんで、わっちゃーみたいな感じなんですけどね。寒いのが嫌ですよね。暑いのはいいんですけども、ということでね、ちょっと戻っていきたいと思います。ですから、まあスカラシップね、もらえるアメリカの大学、どうせやるならスポーツ留学も視野に入れてスポーツなんかやってみたら、まあ競技力もひょっとしたら上がるかもしれませんし、当然学校では英語の勉強してるわけですから、その勉強も生かされるということが分かれば一生懸命勉強できるのかなと思うんですよね。まあたびたびここでも話してますけども、日本で大学行って日本の就職したら、よっぽどのなんか自分でどんどん動いていかないと限りは英語って使わないし必要ないんですよね。日本にいるだけやったら全くですよ。でしかも今はなんか便利なものがですね、ありますんで、それを使えばある程度のコミュニケーションは取れますから、まあこれから英語の勉強をね、どういう風にしていかないといけない、考え方がちょっと変えていかないといけないような、ね、感じになってるんじゃないかなと思います。まあ、ですから富田林内ではスポーツ留学あるよということをですね、ちょっとまあ広めていきながら、スポーツも勉強も頑張ろうキャンペーンを、まあ、続けていきたいなというふうに思います。まあそんなんがありましたね。まあ、あとは少子化の問題もなんか話してましたね。人が増えることが大きな問題だけども、少子化はそんなに問題じゃないと、 AI とかね、機械化していけばいいということとか、年金に関しては少子化問題は10年ぐらいかかるけども、そういう制度を変えていくのは 2,3 年で変わるから、そういう時が来たら一気にまあ制度を変えていくと。でそれはまあこれから我々も経験するだろう、年金ね、まあ、それを、繰り上げていくというかね、今何歳ですかね、65歳、まあ、それを70とか75歳で上げていくっていうね、まあ、そういうこともできるから、少子化問題はそんなにテレビが言ってるほどとてつもなく大きな問題ではないということが、まあ高橋洋一先生の話なんですよね。なんかそんな話をちょっとずっと聞いてましたね。まあ関係あるのはそのスカラシップで、だからテニスの場合、特に女子なんかはスカラシップが結構取れる大学が多いんですよね。ですからちょっと、まあ、ちょっとというかしっかり頑張って、まあ、テニスの戦績だけじゃなくて、まあ、そういう性格とかね、人柄とか、まあ、どんな大会に出場してきたかとか、まあ、いろんな、指標がありますので、一概に戦績上げましたからっていうだけじゃないので、また英語力とか、まあ、ちょっとしたその数学力とか、そういうのを今の
日本のね義務教育の中では英語も数学もある程度頑張ってやってるんで有利なんですよね。有利か有利なはずなんですけども、まあ、それはスポーツ留学があるとかそういう仕組みが分かってないと、まあ、自分たちが有利であるっていうことが分からないんですよね。だからなんか幸福度ランキングって言って日本先進国の中で40何番とか言ってそれはあかんなみたいな感じなんですけど、まあ、何をもって幸福かということとかあとはですね海外のなんかいいとこばっかり見すぎて悪いとこあんま見てないと思うんですよね。衛生がどうとか安全性とかそういうの見てないとなんか幸せにあんまり感じないんですけど実はなんかスラム街とかやっぱ世界にいっぱいあるんでそういうの見るとあまだまだ全然日本って幸せな国なんやなっていうことが分かると思うんですよね。だからその人が持ってる情報によってその幸福幸せを感じる内容が変わってくるんで、まあ、これをちょっと考えていかないといけないなというふうにはちょっと朝見てて思ったんですけども今日はですねハードワーカーはこれからプライベートレッスンがありましてで、今車が下にあったんで走りに行ってるんですかね。でキリさんも先週やったプライベートレッスンのお客さんがまた継続でということだったんで1時からみんなそれぞれ動いていくんですけども、まあ、ちょっと早めに、サーキットトレーニングしてちょっとじっとしてたらやっぱり体が冷えちゃうので体が冷えないように、ちょっとねパッパッパッと行動していきたいと思います。それでは頑張ってやっていきます。